これが谷なんです。今ここで皆さんの靴を脱いで、一つこの親指の使い方を一つご覧に入れましょう。この親指はここにこれだけのタコがあります。これをこう使ってるんだから、ここの付け根のところにこれも2ミリぐらいのタコがあります。だから両方からこう使ってるから、ほらこれやったら並べて、大体の人はこういうふうに動きます。私はここで全部内側まで押さえちゃいます。これは宮本先輩が、よしゃん、いつまでもしっかりした五郎するのには親指の付け根使いやってことは随分聞かされてて、先輩の言ってくれたことを私は忘れずに実行してるだけだ。ほらほら、左足親指で地面をしっかりと掴み、下半身を安定させて打つ。